その時参考になるのがね、宮崎駿さんでしょ。まあジブリの実際展覧会が開かれるみたいですけど、すごい制限された展覧会があるみたいな、今開催されてるからね、なかなか入れないみたい。宮崎駿さん、あの人戦争反対派でしょ。でもあの人のアニメ、明らかに戦争好きな人が書いた描写でしょ。あれ戦争好きじゃないとあそこまで書き込めないよ。参考なんですよ、本人ね。さて、じゃあ歌手やったら、中島みゆきさんの糸って言ったでしょ。ね、まああれは宮崎あみみの千と千尋の糸巻きと関係するだろうかなってみんな思ったことある。中島みゆきさんの糸は、要するに縦糸ということだし。ね、例えば、まあ、父が縦糸なら、母は横糸なんですよ、シュワッじゃなくてな。でさ、その、織りなされた、タペストリーが、あなたのものって歌でしょ。基本。それで戦争していますかって言ったら、大画面に戦争のことが来るか分からんけどって言ったら、案外熊本県沖で前にして、な、その映像の前で戦争を見たいとか、な、糸で、どうも。いや、愛で覚えていますかじゃなくてダメでしょ。糸じゃん、みんな。えそうかなどっちもダメです。じゃあ、例えば、本当に戦場が熊本県沖やったら、そのイベント、できんのな、で、放映するの日本全国、あわよくば世界、何をやってんのな、もし、熊本県沖で戦争あったら、当然、熊本市でやるんでしょ、そのイベント。違うの？どこでやんの？鹿島市でやんの？鹿島スタジアムでやんの？ずいぶん離れてるな、とな。だから。じゃ、鹿島沖に、今度、アメリカ空母がやってきたとか言って、なぜか戦争報道を始めたとか言って、いや、軽いさ、なんで、いや、ほんで。でも、立ち向かい監督なんなんか。なんか有名そうだ、青山リゾート、ああ、よいよいね、渥美半島だ、よいよいやっとんか。だから、大山、大山、大山、よいよい、それから柳川町行って、あっちの向ちゃん、境港行って、新宿、新宿、大山大山行って、それから、なんか、ワインのとこ食べないと。あ、そうだ、あ、そうだ、やべやべ、もう始まってるか、熊本県で。しかも噴火してるの、ドワドワ。じゃ次、噴火を止める歌だ。戦争をやめさせる歌でいいか。すげえな、番号やな、言って。なあ、鬼神、なんだっけ、知らんのに、よく、孤児生を使おうとして失敗。孤児生を防げるんかな、戦争。戦争って後悔したけども、作ったものじゃ、古事成語。そうだ、古事成語だ。次の戦争じゃ、古事成語 があるから、ないな、あって。また新しい古事成語。だろう、だろう、その積み重ねだろうって、ついに、すべての古事成語を集めた。それで最終戦争を防げる。こうやって並んでるんですか。どうやって見るのとかって、いや、いや、これは見るものじゃない、感じるものだ。感じるものですか。パキーンって、字が割れたって、見なくて読まなくていいんですよ、字はって。いや、字の手をしてないとダメなんですよ。誰が見るんですか。お後がらしいよね。これで、ここで落ちるのかな。ないですね。な。でも、一個一個、個人生活のシチュエーション違うでしょ、微妙に。
じゃあ、このシチュエーションを挙げたらこの個人がパッ。この、この、あのシチュエーションのこの個人がパッ。わっ、あ、これ、あ、これ、ほんと、パッ。何やねん、それは。何やろ。それより歌え、歌え、むげーってなるんか、ほんだ。あかんやろ。そんな修羅場に綺麗なお風呂連れていくな。そうだ、だから。散歩派遣なのか。